ドゥドゥン、ドゥドゥン、ドゥドゥン。はい、どうも皆さんこんにちは、タイタソです。だいぶボーイッシュに髪を切ってしまいました。本日は羽化したと思われるクワガタを掘り出していきたいと思います。で、こちらの方にある 1,2,3,4,5 5つの、まあカップだったりボトルだったりなんですけれども、全部ね、おそらくまたメスなんですよ。オスはまだちょっとね、浮かずれがあるのが今サナギだったりサナギになる途中だったりっていうのが多いので、でもまあ自分でブリードして育てたクワガタたちなので本当に楽しみです。それでは掘り出ししていこう。はい、ではこちらの方を掘り出ししていこうと思います。こちらはアカシクワガタですね。8月羽化したと思われるやつです。お、いました。じゃーん、アカシメスじゃなくてオス？これはオスかな。一瞬メスかと思いましたが、これはてかこれオスだね。うん、いやちょっと羽化が早かったんですよ、どの赤足よりも。おそらくこのワイルドだったので早かったのかな。ただマットでね育てたのでっていうのはあるんですけど、はい、お腹も赤いですね。これはオスだな。無事に羽化してました。ではお次は、こちら行きたいと思います。こちらはですね、ノコギリクワガタ。実はこのノコギリクワガタ、これはメスです。完全にメスですが、昨年視聴者さんからノコギリクワガタをいただいたんですよ。そのノコギリクワガタがようやく、羽化まで行ったという感じで、それではちょっと掘り出ししていきましょう。洋室があります。はい、ノコギリのメスです。いい感じで羽化してますね。ちょっとマットで育てていたのでそんなにサイズは大きくないですが、無事に羽化してます。よかった。はい、お次はこちらになります。アルキデスヒラタクワガタ、これも8月羽化したばっかりだと思います。ここに洋室があるので掘り出していきます。
きです、ヒラタクワガタのメスです。もうメスばっかりだね、最近本当にメスの数がなんか多いです。はい、無事孵化してくれました。綺麗だ。はい、ではお次はこちらです。これもアルキレスヒラタクワガタ、7月に羽化したであろうというやつですが、これも、確実にメスです。これはちょっとプリンカップの大きいやつでずっと、育てていました。これはさらにちっちゃいかも。でも無事にね、綺麗に羽化してくれたんで、よしとしましょう。それではラストになります。こちらです。これ幼室なんですけど、これはいつ羽化したのかわかんないんだな。これも歩きです、ヒラタクワガタですね。でも多分メスだと思います。では掘り出ししてきます。メスです。完璧メス。それなりのサイズかな。はい、歩きのメスです。まあ全部40ミリは絶対ないですね。でもこれもね、まあ、全て綺麗に羽化まで持っていけたので良かったです。はい、というわけで、こちらの方にちょっと見づらいですけれどもね、一時的にプリンカップに今入れてますが、アルキのメスが3頭、ノコギリのメスが1頭、赤足のオスが1頭という感じでした。もう赤足はこれはちっちゃいですね。まあでも本当に無事に羽化してよかったです。まだまだね、これからサナギになって羽化するやつもいるので、成長の方もどんどん増えていくと思うので、今後は楽しみです。ということで、本日は掘り出しをしていきました。いろいろ押収したいなと思ったりするんですけれども、でもまあこうして自分の手で育てたクワガタ、本当に格別に可愛いです。本日もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。